ちょっと残念なシーズンの終わりだったけど、ちょっと問題点がやっぱり雨でも出たから、まあそれを縮めればもうちょっと良くなるのは分かったけど、まさか壊れるとは思わなかったもんね。でもマシントラブルでレースをリタイアしたのは、始まって自分のレース人生でまだ2回しかないから、まあ上出来だと思う。1000cc に乗ってる時はあんまり思わなかったことが、やっぱり2年600に乗ってると乗り方もちょっと変えてたから戻すのが難しくて、最初の 2&4 の時って本当にこのマシンで2分7秒は多分無理かもって思ってたけど、まあ半年、あれ4月か5月だから、それから半年間ちゃんとやってったらやっぱり7秒は出たから、まあとりあえずチームの中で目標は達成できたし、まあいい感じだったと思います。つくばはちょっと短いから、あんまり馬力差も出てもすぐブレーキングだし、もともと地元だし良かったけど、やっぱりねちょっと長いと不利だけど、2回しか登れなかった。表彰台2回しか登れなかったけど、ちょっと岡山でね、岡山とオートポリスは、本当にガチで登りたかったんで、ちょっと残念だったけど、とりあえずあのプライベーターで立ち上げたのね、みんなで作って、あの東方で一生懸命やってるけどね、あのやっぱ結果を残しとかないと見てもらえないし、ランキングが 3位だけど、あのまあ頑張ったと思うみんな。今年1年東方レーシングを応援してくれてありがとうございました。これからもレース活動頑張っていきたいと思います。これからも応援お願いします。よろしくお願いします。